2000年の中日ドラゴンズでは2000年の中日ドラゴンズにおける動向をまとめる。この年の中日ドラゴンズは2回目の星の戦日、監督体制の5年目のシーズンである。11年ぶりの優勝を果たしたチームだが、オフには韓国三重市のサムソンリーがメジャー志望で対談すると守護神、千導烈が年齢から来る衰えを理由に対談。その穴埋めとして、 投手陣で、メルビン・バンチ、エディ・ギャラードの二人を、打撃陣の強化を狙って、デーブ・ニルソンを獲得したが開幕からディンゴは不審に、あえぎ、シーズン途中で解雇。投手陣は、エース、野口茂樹と、山本雅に加えて、新外国人バンチがローテを守るものの、前年優勝に貢献した、川上健心や武田和弘が不審にあえいだ。リリーフでもギャラードが新守護神として、 抜群の活躍を見せるも、近鉄から移籍の小池秀郎やオリックスから移籍した、鈴木大は、環境の変化に対応できず部長に終わるなどの誤算で、チーム防御率は、前年の3.39から4.19へ低下。打撃陣は、山崎武レオ・ゴメス、立浪・和義が、例年通りの活躍を見せるも、2年間、切り込み隊長だった、李昌藩が、成績不振。 関川孝一などが相手球団にマークされて成績を落とした。チームは投手陣の不調から4月を再開で終えるものの外国人パワーで5月に大きく盛り返して首位に浮上。しかしそれ以降貯金を貯めることができず6月以降は巨人の独走を許した。9月初めに巨人との直接対決3連戦を迎えるが投手陣が29失点を喫して大敗。 9月24日には、敵地東京ドームで4対0と巨人をリードするものの、江藤里氏の満塁本塁打で追いつかれ、続くギャラードが、二岡智博に優勝決定さよなら本塁打を浴び、1994年1996年に、続いて、長嶋茂雄監督の胴上げを許し結局2位で、シーズンを終えた。対戦成績では優勝の巨人と相性が悪く9勝18敗で、 大きく負け越し、巨人優勝の引き立て役となった。本拠地の名古屋ドームで2勝12敗、基本類打が26本とホームの中日が1年で、打った、本類打に迫る勢いで被弾した。色付きの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。